今日も30分こうかな、30分配信したいと思います。30分だけね、配信したいと思います。こんにちは。元気です。元気ですよ。買おうか。元気です。いっぱい来てくれてありがとうございます。はじめまして、名前呼んでください。27のおじさんさん、こんにちは、はじめまして。今日のファッション見せてください。ピンクのT シャツですに短パンです。こんにちは、来てくれてありがとうございます。顔めっちゃ光ってるね。こんぐらいがいいんじゃない。こんにちは。なんか質問、あ、初恋はいつですか。初恋はいつだろう、小学校とかかな。こんにちは。質問をどんどんしてください。質問リングライト買った方がいいかも。そうなんですよ、なんか最近300均のリングライトが欲しいんです。欲しいねってお母さんに相談して、でもう少しで買ってもらいます。お昼は何食べた。お昼はチャーハンと麻婆豆腐です。チャーハンと麻婆豆腐を、こんにちは。牛丼は好きですか。大盛りですか。特盛りです。牛丼は並ですね。大盛り食べたことないかも。並しか食べたことないかも。並しか食べたことないです。こんにちは、ありがとうございます、来てくれて。来てくれてありがとうございます。福岡の食べ物にはなりましたか。福岡の食べ物、あんま福岡っていうもの、食べ物っていう感じを食べてないかな。もつ鍋くらいしかあんま食べたことないかも。マクドナルドはマクド行くとかマック、どっちも言うかな、その時による。どうしよう、何の話しよう、何の話しますか。何の話してほしいですか。何の話しよう、全然まとまって決まってない。皆さんのコメントをちょっとチラチラ見ようかなと思ってます。323人来てくれました、ありがとうございます。うん、いっぱいありがとうございます。びっくりした、髪バッサリ短くしたかと思った。あ、こんにちは。あ、くくってます。短くしてないです、ちゃんとくくってます。レッスンとか、あのダンスしてもらうとか、そういうのはこういう髪型でいつもやってます。ツアーファイナルでタオル買ってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。よかったら来てくださ、こうやって振ってください。6期生の第一印象いかがでしょうか。6期生の第一印象、じゃあ一人ずつ言う、一人ずつ言っていきますね。まず、イクノちゃんは第一印象めっちゃ静かそうな子でした。もう見た目がもったい静かそうな子なんだけど、喋ってみたらめっちゃ可愛くておしゃべりが好きですね、イクノちゃん。で、次は伊沢ちゃん。さあ、伊沢ちゃんだね。伊沢ちゃんは
最初からもうほんわかしてる、ほんわかスマイルなんですけど、ほんわかしてる感じの見た目。私オーディションの時全く知らなくて、最終合宿終わった後のもう一回オーディションあるっていう時に初めて知ったんですよ、ザーザーの存在を。ところ全然知らなくて、最後まで全然知らなくて、最終審査で同じグループになったんだっけな、なったから全然知らなかったんだけど、ほんわかしてるなって思いましたね。最初からしっかりしてます、めっちゃ。で石松ゆいなちゃんはもう最初、私そう石松ゆいなちゃん最初知らなくて、私も全然わかんないんですよ、もう人が多すぎて。合宿ぐらいまで知らなくて、で合宿終わって次の審査行くってなった時に見つけたみたいな感じで、いや可愛かったですよね、最初から可愛かったです、おとなしかったです。最初はもう全然一人で喋ってなかったんです、最近はめっちゃ喋ってる。で伊原ハンナちゃんは、ハンちゃんはもう、ハンちゃんもそうなんですけど、ハンちゃんも最終審査まで分かんなかった、本当の最終合宿を次の最終審査まで分かんなかった本当に全然知らなかったんですよ、なんか合宿当時とか全然人が多かったんで、他のグループとかあんま見てなかったんでね、全然分かんなかったです。だからでも本当に印象はおとなしそうな優しそうな子でしたね。でも本当におとなしくて優しい子です。イエーイってなんか来た、ここにイエーイってで次は江口ココアちゃんかな。ココちゃんは、江口ココアちゃんは同い年なんですけど、あの合宿の時から知ってるんですけど、その時にカレンちゃんとあともう一人の子と一緒にいて、なんかあそこの3人すごいオーラを感じて、めっちゃオーラ感じるんですよ、なんかオーラを感じて、長崎の子オーラを感じてめっちゃもうキラキラしてました。で自分は飛ばして、リサキちゃんはあ、そう、合宿の部屋が同じで、リサキちゃんと結構喋ってたから、まあ、優しそうな子で面白かったですよ、部屋同じでね、めっちゃ楽しかった。でゆうなは第一印象は、最初から中学生と小中学生と一緒に合宿の時とかもうずっと一緒にいたから、うるさそうな子だなって思ってた。でも今もうるさいです。はい。で次はかきくけこ。ゆうなの次誰だろう。順番に行くと分かんないな。かきくら、あ、ひろちゃん。ひろちゃんは。ヒーロちゃんは何だろうな、ヒーロちゃんも最終までリンカ全然知らなくて、でやっと知ったんですけど、まあ本当に優しい、もうみんな優しいオーラが出てるんですよ、みんな優しそうだった、もう本当に見た目からして。で次はかきくけこさ、すせそ、あかさた、ココロちゃんだね次。ココロちゃんは、うん、私同じリサキちゃんと同じで、最終合宿の、部屋が同じだったんですけど、前も多分言ったかな、大人っぽい感じで見た目が、本当に私よりも年上かと思った、年下っていうね。でももう本当におとなし、でも本当はさ、心ちゃん、あ、渋いちゃん、あ、そうだ、渋いちゃんいるわ赤、そう、サーシーだ、なんかいつもね下の名前で呼んでるからね、上の名前が出てこないわ、ごめんなさい、みなちゃん、渋みんな、ごめん。渋いちゃんは合宿に行けますっていう時の第3のオーディションの時に隣で隣にいたんですけど、なんかその時に
なんか出身地を書くこういうやつがあって、出身地って東京、福岡で育ったんですけど東京で生まれたんですけど東京って書くんですかねみたいなのを私に聞いてきて、多分東京でいいんじゃないみたいなことをチャラッとさらっと話して、その第三次審査の後に話したんですけど、それ以外、それ以降全然話してなくてみたいな感じで、なんか怖がられてたみたいです、私のこと。なんか嫌われたと思ったらしい、その時に。で、私も全然嫌ってないよって言って、その時私も人見知りだったからなんか怖かった印象だったらしいです、私は。渋美奈ちゃんからしたら、はい。で、次はココロちゃん。ココロちゃんはもう最終合宿で同じ部屋だったんで、でも結構ね明るかったよ、なんか明るいイメージだったかな、最初から明るかった。で、赤さたたちつてとなにむねのいないよね、いないよね、ココロちゃんがいないよね、ねねのはまやらはだよね、カレンちゃんだよね、アヒフ福井カレンちゃん。カレンレンはもうさっき言った通り、ココハちゃんとあともう一人の長崎の子とずっと一緒にいたんで、もうあれオーラだよね、やっぱりなんかキラキラしてるオーラを感じた。で、私ずっとずっとというか合宿の時に同じチームで、同じチームだったんですけど、教えてくれたんですよ、ダンスを。ダンスちゃんなんか聞いたら教えてくれて、なんか嬉しかったですね。同じでした、合宿の審査の時、一緒に練習して頑張りましたよ。はい、次ハヒフほまあ松本うららちゃんか。うららちゃんは大阪と兵庫っていうのもあって、その合宿もう一回合宿、あ、ここはちゃんか、ここはちゃんだ、あ、名前がごめん、藤子は私ももう一回最終合宿の同じ部屋だったんですけど、本当におとなしかった。なんか一人で2階に行っちゃってみたいな、2階に行ってずっと練習しててみんなとあんまり関わってないというか静かな感じだったけど、今はもうウェーって感じでうるさいですね、みんな。で、うららちゃんは大阪と兵庫なんで、合宿終わって次のもう一回審査があるってなった時に、あんまその時あんま仲良くなかったっていうか喋ってなかったんで、新幹線行くじゃないですか、で降りたらうららちゃんが後ろから来てばったり会ったんですよ、博多で降りたら、でばったり会って、えー、みたいな感じになって、で一緒に行って、時間余ってたんで米田コーヒーで2人でね気まずい感じでのジュースだけ飲んでレッスン行ったんですけど、めっちゃそれが思い出って話してて、前うららちゃんとめっちゃ楽しかったな、記憶ないけど気まずかった、めっちゃ。でもそれからめっちゃ仲良くなって、うん、仲良くなって、それでうんに、まあ仲いいです。はい、それで次、まあいないよね、あとみうめもやひなちゃん。ひなちゃんはもう、あもうやだ、あ、人の名前しか出てこないからもう本当にやだ。もがみちゃんだ、紫さやちゃん、もうが2人いるんだった。ななかちゃんは第一印象大人っぽい、もう私合宿の時からしてたんですよ、なんかオーラがあって、めっちゃ合宿の歌の審査でめっちゃ歌うまいなって子がいて、ずっとねカレンレンと同じチームだったんで、ずっとあの子歌うまいよねみたいなこと言ってて、歌うまいよねみたいな言ったら、ななかちゃんで、ななかちゃんも綺麗だからね、花があるというか綺麗だったから、もう目に行ったんですよ、すごく。だからもう花があった、
でさやちゃんは合宿の時に同じチームで踊って、カレンちゃんとね3人一緒だったんですけど、同じチームで、あ、いくのちゃんも合宿の時の最終審査の同じでした。で同じチームでさやちゃんと、さやちゃんが仕切ってくれて、それでまあ出来上がったチームなんですけど、さやちゃんが全部仕切ってくれて、しっかり物屋さんだなって思いました。でさやちゃん次に安井ひなちゃんだね。ひなちゃんはなんだろう、ひなちゃんは最終違うわ、合宿の時から知ってるんですけど、まあ、元気な子だなって元気いっぱいな子だなってずっと思ってましたね。はい、今も元気ですよ。で次最後レイヤちゃんは、レイヤちゃんはもう姫って感じ。私2回目のオーディションの時、合宿終わってのもう1回オーディションがあって、その時のチームが一緒だったんですけど、めちゃ仕切ってくれたし、踊り方がもう姫なんですよ。姫、もう姫様なんです。踊り方が綺麗だなってずっと思ってて、身長高いしいいなと思ってたって感じですね。どうだったでしょうか、一人一人のイメージは。そんな感じですね。こんにちは、来てくれてありがとうございます。30分まで します今何時、今20分ぐらいかな、30分ぐらいまでしたいと思います。今日もちょっと用事があるのですいませんが、自己紹介もしとこう。あ、自分のですか。はい、じゃあ初めて来た子に、来た人たちにも分かるように自己紹介をしたいと思います。はい、 HKT48 と6期生の大内凛香です。中学3年生、15歳の7月28日生まれの大型です。はい、獅子座です。兵庫県出身です。よろしくお願いします。質問です。口笛はできますか。口笛はできません。あ、できた。え、できた。できてたよね。あ、できてないかな。できないわ、全然できてませんね。全然失礼しました、できません。全然お父さんがめっちゃうまい、いや自分全然できない。なんか風の音が流れてるだけみたいに聞こえるくない、シューって言ってるだけです。全然できない、本当にちっちゃい頃からできないんですよ、口笛。この前のニコノワで劇場の一番後ろから振ってたよ、リンカタオル。あ、私気づきましたよ。この前のあれですよね、ニコノワって、あれ夏祭りですよね、夏祭りだっけ、夏祭りですよね。夏祭りの時に劇場で振ってたの見ました。いや、見えないですよ後ろって、ごめんなさい。あの、なんてタオル振ってるのは分かったんですけど、あの見えなくて、誰なのか、誰のタオル振ってんのかなって見えなくて、それで見えなかったんですけど、まあ振ってくれてるから、まあ手振っとこうと思って振ってきました。最後手振りました。赤誕生花の出し物決めた。決めました、楽しみにしといてください。立ち見にいましたね。はい、いましたね。自分のファンを見つけたらレスできる。え、できます。あ、わかんない、できるかわかんない。なかなか見えないんですよ、その後ろの文字が見えなくて、タオルがこう長いのも分かったんですけど、文字が全く見えなくて残念ながら本当に。あ、でも隣にいたそのゆいなちゃんのうちわを持ってるのは見えましたなんか光ってたのかな、分かんないけど、ゆいなちゃんの写真が貼ってあった気がする、多分赤田の会見るね。ありがとうございます。みんなね、私のね、お茶とかタオルとか振ってくれたら必ずね目合わせますので、目合わせるというかこう手振ります。いくのちゃんが無言配信してる。え、どういうこと、無言配信でずっとこういうことみたいな、面白い
面白。黄色にピンクだから目立ちそう。あー、目立たせてください。いっぱい振ってくださいね。また何かあったら、機会があったら。コメント読んでて反応しない。あ、そういうことか。ずっとこうやってみたいな感じか。一応話してるよ。あ、そういうことね。コメント、こうやって一生懸命コメント見てるんじゃない。かわいいからね。かわいいよね。こんにちは、来てくれてありがとうございます。サブ、こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは。うちはたくさんあると嬉しいよね。嬉しいです。うちはね、たくさんあるとめっちゃ嬉しいですよ。え、なんか毎回そういうライブとか公演があるときに自分のうちを見つけるのが楽しくて、いろんな人のこううちを見てるんですよ。踊りながらこうやってって見てて、おーおーみたいな感じで見るのが楽しみです。みかちゃんのレモン見た時は可愛かったよ。ありがとうございます。よかったらね、これからもたくさん出たいので、出たら見てくださいね。うちはありすぎて困る作りすぎてですか。でもね、大変ですよね。でも作ってるのすごい。ほう、リンクうちは作るかな。あ、作ってください、お願いしますうちはね、こう振ってください。絶対ね、見つけれる範囲では見つけて目合わせたり手振ったりファンさしたりしますよ。なのでよかったらね、後ろ髪が見たい。こんな感じですよ。チョンって感じ。本当に髪の毛が短いからチョンって感じ。漢字がひらがな、どっちが見やすいかな。うーん、どうだろう。ひらがなの方が見やすいかも。なんかリンカだったらこうグッて漢字のね、画数が多いんでグッてなっちゃって見えるから、リンカって漢字ひらがなの方が見やすいかもしれません。バックダンサーの時が長いからそっちが見つけやすいかな。あー、確かにそれはそうですね。最後バックダンサーって夜私が出れる時間だったらこうお見送りもあるんで、その時にこうやって振ってくれたりしたらね、嬉しいですし、まあレモンでも見つけますよ。最後のリゼット公演始まりますバイバイの時に急いでバーって見つけて、バーって手振ります、その人に向かって。熊本ツアーの夜公演も6期生の名前をボートにしてた方いた、お手伝いしました。おー、すごい、ありがとうございます。皆さんも楽しかったですよ。お披露目公演の時もね、 2階のねところにね、こういっぱいね、一人一人の名前書いてあってすごかった。みかちゃんこんにちは。こんにちは。待って、今何分、今何時何分ですか。皆さん教えてください。早くアンダーテレビできたらいいですね。もう本当に頑張ってます、日々。2階に名前あったよね、あれのことです。あ、それですか、すいません、それですか。27分。じゃあ30分になったらランキング読み上げるので、30分になったらまた教えてください。皆さんすいません、時計がないもんで。お話し会あるのでね、すごい楽しみですね。皆さんお話し会が楽しみ。福岡は暑いの、暑いですよ。もう蒸し、なんかムシムシしてる感じですね。暑い、めっちゃ暑いよ。制服のみか恋愛禁止条例ならいるかも。制服のみか恋愛禁止条例ならいるかも。おお、まだ中学生なので、中学生です、中学生なんですよ。
中3、早く高校生になりたい。兵庫県とはどっちが暑い？え、どうなんだろう、どっちもどっち。来週末オンラインだよ、楽しみ。めっちゃめっちゃ楽しみ。995人だ今。こんにちは、すいません、ちょっと足が痛くて。本当は18歳。え、違います、違います、15歳です。こんにちは。こんにちは。そろそろ30分ですか、どうだろう。今日もねちょっと忙しいので、夜すいませんが、短いですがすいません。お、あと10秒ぐらいかな。りんかちゃんお隣メールをね、ありがとうございます。ではそろそろランキングを読ませていただきたいと思います。10位から読めさせていただきますね。10位から、はい、まず10位、あおいちゃんさんありがとうございます。9位、ベルカンさんありがとうございます。これ K さん、京さん、なんだ、どうやって読んだろう。 K さん、ザ K さん、ザワちゃんさんありがとうございます。ザワちゃんのファンの方ですね、ありがとうございます、見に来てくれて。萩舞さんありがとうございます。浩二さんありがとうございます。青森からさんありがとうございます。豚バラパラダイスさんありがとうございます。ビョンドクさんありがとうございます。ミニーさんありがとうございます。リダさんありがとうございます。リダさん知ってますよ。ビョンドクさんとかミニさんとかめっちゃ毎日来てくれてるかな。青森からさんとか浩二さんとかね、めっちゃ毎日来てる感じがする。いろ毎日来てくれる方いっぱいで嬉しいです。すごくすごくね、ちょっと待ってくださいね。すごく本当に嬉しいです、毎日来てくれて。短いですよね、本当にすいません。でも毎日ね頑張ってやろうと思ってるので、明日もねできる。明日がねちょっとね本当に忙しくて、明日が朝から夜までずっと忙しくて、できるかわかんない、本当にできるかな。ちょっと時間を頑張って割いて15分でもできるように頑張りたいと思います。頑張ります。明日もできるか、忙しい、ちょっと本当に明日はちょっと忙しくてできるかわかんないけど、時間ちょっとでも割いて、9時までなんでね、8時からとかでもできたらしたいなと思ってるので、よかったら明日もまたメールなど、あの予約管理、これにショールームの何時からっていうのが今日の9時まで、あ今日の10時以降に予約管理がで予約してできてなかったら、もしかしたら明日できないっていう可能性がちょっと高いので、そこら辺はちょっとご了承ください。なのでまた明日か明後日か会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました、見に来てくださって本当にありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます、1066人さんありがとうございます。バイバーイ。